飛行機の便箋 こんにちは。マックス君、元気にしていますか？私は普通の生活です。いよいよ卒業ですね。残り少ない高校生活、悔いの残らないようにしましょう。人って思っていることを素直に書けないものですね。勇気を出して、
すみません。お客さんですよ。おいおい、それくらい調べるまでもない。それより田中は来てないか？あいつ役所の金を使い込んでいたんだ。なんだって？穴埋めしようと知人にお金を借りて回っていたんだが、ついに逃げたようなんだ。
でも。あいつはお前の知りたい情報を持っている。それを売りに来たかと思ってな。でも前々から金に困ってるようなことは言っていた。まさか役所の金に手を出していたなんてな。Thank you.
海野教授の所在だ。そうか。みんなでメガネを探しているんだ。
おいおい。Thank you.
いらっしゃい。すいません。何も食べないで帰るなんてダメでやすよ。まあ、そうだよな。ヤマタノオロチそばでやすね。毎度。Thank you.
おいおい。いただきます。
いないみたいね。あいつからメールだ。わからないよ。高校かな。新事故じゃない。
猫がいっぱいいるところとか。市役所の裏に野良猫がたくさんいるのを見たぞ。それに彼は今日役所を休んでるのよ。わざわざ職場に近づいたりしないはずだわ。第一、私市役所の裏なんて行ったことないわよ。
僕もだ。高3の春に
みんなで日帰り旅行に行ったわ。出雲大社と日の岬神社よ。日の岬灯台よ。どうして？周りが断崖なんだ。
車の方が早いんじゃないのか。あいつに死ぬ勇気なんてないよ。俺たちを困らせたいだけだよ。昔からうざかったけど、人って変わらないのね。クラスメートが揃ったぞ。
松江大場高校一の秀才だった私は、今、人生にピリオドを打とうとしています。転落の人生です。情けない人生です。それを言いたくて、俺たちを集めたのか。人騒がせはやめて。私、忙しいのよ。俺が捕まえてやる。近寄ったら、私は飛び降ります。
まねえな。私は役所のお金を使い込みました。監査まで300万円を工面しないと捕まります。それでもいいんじゃないか。捕まるくらいなら死を選びます。業務上横領よ。懲戒処分の上、損害賠償を請求されるでしょうね。
みんなでお金を貸すしかなさそうだな。でも、300万円よ。なんとかするしかないだろう。貸してくれるんですか？なんとかするよ。それじゃ、生きることにします。
あなたも少し出してくれない？メガネ君が死んだら、しおりを探す手がかりがなくなるのよ。どれくらいなら出せるの？メガネが少しずつ返済するよ。Thank you.
100万円出せないかな。現金でなくていいんだよ。何か売れそうなものはないか。もうとっくにお金に換えましたよ。それでもあと300万円足りないんです。
ふざけるな。教え子に金をせびるくらいなら自分で借金した方がマシだ。それ以上言ったら、そこの崖から突き落とすわよ。Thank you.
バッジなんて持って、お前は子供か？私は終わりです。あなたも吉岡しおりさんには会えないでしょうね。このバッジをよく見せてもらえるかな。これは幻の新事故バッジですよ。本当だ。これは高く売れるぞ。
わりだよ。プレミア付きだ。私、高値で購入してくれる人を知ってるわ。今日中にお金に変えてください。できますよね。側近で買ってくれるわ。幼なじみがここにいるのよ。
森田君、いるんでしょ？ここに入りたいなら、あれを見せて。話があるのよ。入るわよ。
これはレアだね。ガリの紹介だからサービスで80万だな。もう少し出してよ。それなら85万。それは無理無理、絶対に無理。
もう少しアップしてよ。それじゃあ90万これ以上は絶対にダメ。いいわ、それで手を打ちましょう。それくらい自腹を切って。Thank you.
どうだった？持つべきものはクラスメイトです。ここに集まると昔を思い出すな。あの頃は楽しかったわね。暗くなるまで話をしていたわ。ビッチが話して俺たちは聞き役だったけどな。
若かったわよね。しおりみたいなこと言わないで。何ですか、怖い顔をして。私はそういうのが苦手なんですよ。
知ってますよ。引っ越しの手続きで役所に来てましたからね。ふみのさんは太田市の介護施設にいますよ。みんなで文野さんを訪ねましょうよ。いいね。
考え込んでどうしたの？郵便局員が押し忘れたんでしょ？着いたわよ。
車椅子の男性がフミノさんです。私たちを覚えていますか？もちろん覚えていますよ。皆さん元気そうですね。
どうして？しおり君から話は聞いています。彼女はずっと君を待っていたんだよ。彼女は昨日までここで働いていました。昼の飛行機でアフリカに旅立ちました。
アフリカで医療スタッフのボランティアをやるんです。君たちに伝言を預かっていますよ。何と言ってたんですか？辛いこともあったけど、高校生活は最高の宝物だった。みんな、ありがとうと。
謝りたかった。しょうがないよ。もう日本にいないんだ。おそらく文の邸の火事のことでしょう。Thank you.
火事の原因は漏電です。彼女は電気の接触が悪いと言っていたのに、調べなかったのを後悔していました。しおりはずっとあなたに会いたがっていましたよ。
無沙汰しています。先日一時帰国した際に文野教授から話を聞きました。みんなで会いに来てくれたと知り、とても嬉しかったです。マックス君、騙していてごめんなさい。私は文野彩ではなく Yoshioka Shiori です。しおりとしてマックス君に会いたかった。今私はアフリカの国々を転々としています。アフリカの医療はとても遅れていて、日本では考えられないような生活です。でも私はここでやっていきます。みんなが頼ってくれるので、それを裏切ることはできません。寂しいけど、マックス君とは幻のペンフレンドで終わってしまいそうです。高校3年の時、私はまだ子供でした。今思い出すと後悔ばかりです。あなたの手紙は私の唯一の心の支えでした。一言お礼を言わせてください。ありがとう。そしてさようなら。Yoshioka Shiori。あなたはこの物語のすべてを知らない。